さあ、終わるの方にですね、勝ち走りが待ってますんで、ぜひ皆さんね、踊ってくださいね。今日はね、これ企画した中でね、私のちょっと友達で旅口さんという方がいますけども、その方がですね、こっちにね、特別にね、服を巻いてあるんですって。で、ここで今日踊った方は、1年間いいことがあるということ、左手は熊を払って、右手は箱を呼んでますんで、この皆さんと一緒に踊ろうって手を差し伸べてね、拒否すると服が逃げてきますよ。いいですか、最後に踊ってくださいね。になりましたね。今までは小山さんでした、やはり相性というのは非常に大事だったので、でおそらくそれなんで今回ご結婚もされたと、ナミさんがいいリードを取っていただけるといいかなという感じがします。バイク磨くときにこんな可愛いかもしれないですけど、筋肉を見せて磨いてマックスにアピールしたり、マックスは、ね、たまにはいいバッグ履いたりとか、そういう、こともして、こう2人お互いにこう常に新鮮さを求めていくといいんじゃないかなと思います。ポーカーお母さんも明るく守ってくれてありがとうございます。そしていつの日か生まれてくる子のためにも元気でいてほしいです。